はい令和5年第1回担当式本試験管理会計論の公表と解説の方を始めていきたいと思います担当はレクセンに行進の名ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でしたまあ管理会計のまあ公表と解説の方を始めていきたいと思いますがあのー、まあ管理会計はね皆さん、まあ、かなり緊張感を持ってね望まれている方が多いかと思います まあというのもねやはりこれまでの学習でお分かりいただいているかとは思いますけれども、まあ、管理会計、まあ、ここ最近の試験、まあ、比較的難易度が安定してきつつはあるんですけども、まあ、それでもやっぱりブレ幅がありますし、まあ、問題との相性みたいなものっていうところも、ね、ありますので、まあ、その日のねあの出来栄えっていうのがかなりね変わってくるという科目になってくるのかなとは思いますので、まあ、受ける前はね本当にあの緊張されながらねあの試験に臨まれた方が多かったのではないのかなと思います。本当にお疲れ様でした まあ今回ね、あのー、まあ、管理会計、まず簡単に全体のボーダーについて話をしていきたいと思いますけれども、まあ、管理会計単体で見たときに、まあ、これぐらいの点数っていうのはね、確保していかないと、まあ、全体でボーラーラインっていうのを超えることが難しいのではないかという点数をね試算しています。ちょっと画面切り替えたいと思いますけれども、こちらですね、まあ、64.7と、まあ、ちょっと波数が出てきているんで、まあ、65点というふうに見てもらうといいかとは思うんですけれども。 まあ65%取らないと、まあ、今回管理会計はねちょっと厳しい結果になってくるのかなというふうには思います。比較的ここ最近の試験の中でもね今回の試験っていうのは、まあ、優しめの部類に入ってくるのかなとは思いますね。ただまあ一部ねちょっと例年とは違う取材形式例えばこの問題の3番ですね理論問題になりますけども個数を選択させるという問題ですね間違っているものの個数選びなさいと。 まあこういう出題形式っていうのは最近の受験生知らないとは思うんですけれども一昔前っっっていいううのはこたた出し方もあったんですよ。まあ、当然この出し方になってくるとねあの理論の難易度っていうのは上がってくるので、まあ、正解するのがまあちょっと難しかったのではないのかなと思いますが、まあ、あとは基本的なね形式面では何も変わるところはありませんので、まあ、例年通りという形にはなりますね。 でただ現状ですねこの目標点数今65点程度というところをね、あのー、示していきましたけれども、まあ、予備交換で答えが割れているところが一か所ありまして、まあ、問題6の連算品の計算なんですけれども、まあ、こちらがね私も初め買いなしなのかなっていうふうにまあ思った問題ではあるんですが、まあ、一応まあ試験委員の先生のねあの意図を汲み取って計算するとまあ答えを出せるというところではありますので、まあ、それがあの最終的にどう なってくるのか、まあ、模範回答があるという形でね出てくるのかどうかわからないんですけどもあの問題6についてはまあ、現状を買いなしという形でまあ、答えをね出している予備校がありますんでまあ、どうなるのかはこれはあの合格発表日を待たないとわからないところではありますまあもし買いなしになるとね本当に管理会計っていうのはここ5回のうち3回買いなしっていうのが出ている科目ではありますんでまあちょっと まあいい加減にしてほしいなってところでは、まあ、正直あるんですけれども、まあ、買いなしになるかならないか、まあ、確率は本当に半々かなというふうには思いますね。はい、ただまあ一応、レックとしてはねあの回答があるという前提のもとねあの、模範回答の方は出させていただいております。はい、で仮に買いなしになってくると、この問題、まあ、レックでは正当可能性低という評価を行っていて。 まあ買いなしだと全員正解になりますんで、まあ、大体点数としてはねあの6点ぐらいまあ変わってくるイメージですね。買いなしなのか、まあ、正当可能性低なのかによってね、まあ、厳密に計算するとこれ8点問題なんであの8点に20%の正当率掛け算してもらうと1.6点というところになりますんでね、まあ、1.6点から8点差,額を取ってあ差点を取ってもらうと6.4点ということになりますんでねあの買いなしになると。 ボーダーラインというのは管理会計単体で見ると大体70点程度ということにはなります。はい、か,まあかなり上振れすることになりますんでね、まあ、あくまでも今回の65点程度というのはまあ回答があるという前提のもとね試算したものになってくると、まあ、そう考えてください,、はい。よろしいでしょうか。でまあ具体的な問題数とかで言った方が、ね、あの感覚的に分かりやすいのかなというふうには思うんですけど、まあ、理論としては大体8分の5点。 あ8分のの問問ですね8分の5問、まあ、計算については8問のうちの5問っていうところで理論を計算ともに、まあ、5問は取りたかったかなっていうところですね。お、まあ、おむねこれぐらいが一つの目安になってくるかと思います。 で理論の5問なんですけどこれまあ問題3と問題9っていうところは、まあ、なかなか正解するのが厳しいのかなと思います一応まあ各問題に対するコメントをこういった形で示していますけれども、まあ、気になる方はねちょっと画面の方を止めてみてもらうといいかと思いますが、まあ、この問題3と問題9っていうところはこれはもう正解できなくてもしょうがないかなというところです、まあ、正当可能性自体は低という評価を行っていますはい ここはですね問題9なんかはねまた後で見ていきますけれどもまあ計画選択の方でねもう事前に経営管理の学習なんかをされていた方であれば、まあ、あのしっかりとね、まあ、どこが間違っているのかというそこの判断を行った上でね正解して選ぶことができたのかなというふうには思うんですけども、まあ、ただなかなか担当の試験ね受けるタイミングで、まあ、その経営管理の分野の復習とかもしっかりできているような受験生とかっていうのはほとんどいないでしょうしね。 あのまあ、ほとんどの受験生っていうのは、まあ、あの選択肢の「う」になりますけども「う」については正語判断っていうのができなかったんではないのかなと思います、はいまあ、問題さんはさっき言った通りあり誤っているものの数を選ばなければいけないという形式なんでね、まあ、全部正語判断ができなければ、まあ、回答にたどり着けないという仕様になっていますので、まあ、必然的に難易度が高まってくるというところで。 ただ、まあ割と健全な出し方ではあるのかなというふうには思いますね。受験生の皆さんからすると、まあ、嫌な出し方だなというふうに当然感じるかとは思うんですけれどもただまあ、あのー、いつもの出し方になってくるとね、まあ、選択肢を2つまで絞り込んで、まあ、勘で答えるみたいなことができたりする部分が多かったりしますんでね、まあ、運の要素っていうところをなるべく排除しようと思ったらこういった個数問題っていうのが、ね、出し方としては、まあ、いい出し方なのかなとは思います。はい しっかり勉強した方が、ねまあ、得点できるような仕様になってくるのかなとは思いますね、はいで。あとの理論問題はすべて正当可能性高ということになりますんで、まあ、1か所ぐらい、ね、間違えるところがあるかもしれませんけども、まあ、それを含めても8問のうち5問というのはなんとか取りたいかなというところですで。一方計算については、ね、この問題6以外は正当可能性が低のものというのは特段ございませんので。 まあ今回の問題についてはどの問題もそうですけども、まあ、連算品の計算以外については、まあ、時間さえあればね、まあ、正解たたたどり着けるっっっていう、まあ、そういいううそ問題が多かったのかのなとは思います、まあ、例年ね大体1問ないし2問ぐらいはね割とその質的に難しい問題が含まれていたりもするので、まあ、今の自分の力だとあの時間制約っていうのを度外視したとしてもねなかなか正解前たどり着けないんじゃないかって感じる問題がね12問含まれているのかなというふうには思うんですけれども。 まあ今回に関して言うとそれっていうのがほとんどないというかね全くなかったので、まあ、問題6以外はね基本的にはまあ全て時間さえあれば正解前たどり着けるような内容なのかなとは思いますんでね私的に難しい問題っていうのがほぼなかったということを考えればね、まあ、やはりあの例年よりもねちょっと管理会計についてはまあ難易度がまあ優しくなったと言ってもいいのかなというふうには思います。はい で計算5問ねどこで取ってもらってもいいかと思うんですけども、まあ、特に絶対正解しなきゃいけないってレベルの問題もありましたね。問題のの4番の個別減価計算もうこれななんかはは絶対間違えていいけないあと問題の8番の標準原価計算ですね。まあ、標準原価計算は担当式試験ではね割と簡単なものが出てきますんで、まあ、あらかじめこれが出てきたとこって考えていた受験生も多かったんじゃないのかなとは思います。 まあ実際簡単な問題だったんでね、この辺り落としているとかなり厳しいかなとは思いますね。あとはまあ問題の12ですね、問題12、まあ、設備投資のまあ計算ということになりますけれども、まあ、これも特にあの難しい要素っていうのはありませんので、ただまあ、理論的な背景が分かっていないとね、まあ、何聞かれてるんだろうかっていうのが分からないかもしれません。あのまあクロスオーバーポイントが出てくるような相互排他的な投資案の比較を行っているわけですけれども、 理論学習でね、まあ、勉強したかと思いますが、NPV の代償関係っていうところが、2つの投資案で逆転するようなね、まあ、現象っていうのが生じることがありますよと。そこのまあ理論学習自体はねあの、講義をご受講いただいた方であればね、まあ、やったなっていう記憶に残ってる方、多いと思いますんでね。そことひ紐付けながらね、まあ、計算問題に着手できたかどうかっていうところで、まあ、正答率は変わってくるのかなとは思います。まあ、とはいえ、これはまあ正解してほしいかなっていうところではありますね。はい あとはまあ問題の15ですかね。ここの4箇所は特に正解してほしいかなという気持ちではあります。まあ、あとよく言うと問題にもそうですかね。日目別計算はね、わりと難しい問題が出てくることが多いので、また初めの計算問題ということもありますんでね、まだ、あのー、軌道に乗ってない、ね、状態で、スイッチが入ってない状態で計算に臨まなければいけないというケースが多いのかなとは思いますんで、あので、ー、なかなか。 問題自体は簡単でもね、まあ、正答率自体はそこまで高くはならない可能性はあるんですけれどもまあとはいえこれは特にね難しいことは問われていない問題なんでねまあ、この2番と4番と8番そして12番と15番この辺りが解けていればねもう9大点という形にはなります残りの問題あと1か所でも取ることができれば、まあ、かなりアドバンテージを取ることができるのかなとは思いますねはい よろしいでしょうか。まあ簡単ではありますけれども、まあ以上が、まあ全体の公表ということになります。今からね、各問題の解説の方に入っていきたいと思いますので、まあ一緒に。問題をね、確認していきたいと思いますが。まず問題一ですね。もういつも通りの。まあ原価計算理論ということになりますが、基準からの取材ということになりますね。 まあ、特に難しくはないいかと思いますこれ、まあ、全て基準の11番からね出題されているものになりますけれども、まあ、選択肢の後「後絵が誤りってことになりますね。ま「あ」A、についてはね、まあ、当期の、まあ、売上原価から控除するっていうここの表現がおかしいと値引きまたは割り戻し等を受けた材料が判明,した判明しない場合っていうのはこれを当期の、まあ、材料副費から控除するあるいはその他適当な方法っていうのが正しい表現ということになりますんでね。 売り減から控除するっていうのはそもそも意味わかりませんからね。まあ、おかしいということになりますと。あと選択肢の絵ですね。まあ、この。間接材料費であって、工場消耗品消耗器具備品等で継続記録をまたは棚し計算法による。出入記録を行わないものの減価は。まあ、これを一般費として処理するっていうのは明らかにおかしいですよね。まあ、こういった出入記録を取らない。 材料については、まあ、その材料費を計算するにあたっては、これ買い入額を持ってね、材料費にすればよかったと。まあ買った金額を使った金額にしましょうねっていう、そんな話でしたよね。まあこの文脈で一般費なるものが出てくるのは明らかにおかしいんでね。まあ絵については、バツであるってことが簡単に判断はできたかと思います。はい。ここはね、あの絶対取りたい問題かなと思いますね。理論問題の中でも、特に取りやすい内容だったかと思います。 で次の問題に見ていきたいと思いますけども比目別計算の問題ということととににななりりままして、まあ、材料費会計からの取材ということになります、まあ、こすれも正当可能性、まあ、こうという評価になってくるわけですけれどもただまあ非目別計算はね、まあ、さっきも言いました通り割とまあ本試験では難しい問題が出てくることが多いということもありましてまあ嫌いな受験生が多い論点だとは思います。 もう目別は出たら飛ばそうって決めている受験生もね一定数いるのではないのかなと思いますんでね,ね、まあ、そういった意味ではね正当可能性こうではあるんですけどもまあ実際問題そこまでね正当可能性っていうのは他のこうの問題に比べてみるとまあ高くはならない可能性はあるのかなとは思います、はい、でまあいくつか計算項目が問われてますけどまず1番ですね 外部副費と内部副費の金額、まあ、これを集計するということで、この資料4番使った掲載になりますけれどもあの、こちらね、もう解説も作り終わっておりますが、引き取り費用と内部まあ外部副費と内部副費ですね、まあ、各費目、分類していただくとこうなりますんで、まあ、外部副費っていうのは108万9000円。 ま、内部付近は161万円というのが求まりますんで、まあ、この1番は間違いということがわかります。はい。よろしいでしょうか？まあ、これもね入門の講義とかでも言ってることではありますけどね。まあ、材料、副費のこの分類についてはねまあ、覚えておいてくださいね。ってことはまあお伝えしていたかと思いますんで、そこの学習がきっちりできていた方であればね。まあ、この1番の選択肢なんかは簡単に正誤判断ができたかと思います。はい。 あと、簡単なのはこのこの計算ができればね、あの選択肢の2番とか4番っていうのは簡単に求まりますよ。まあ、今回、まあ、材料の購入原価の計算にあたっては、引き取り費用のみをね、まあ、購入原価に参入していて、まあ、材料の内部副費につきましては、これは間接経費として処理をしているというふうに言っているんで、まあ、内部副費は予定配布しているんだけれども、まあ、購入原価には参入をしていないわけですよ。 だから普通に購入原価の計算ではこの8,750円に4 9 5 0キロを掛け算した購入代価にこの引き取り費用、まあ、外部費の108万9,000円っていうのを加えてあげれば、まあ、購入原価算定することができますんで、まあ、その1キロ当たりの単価は8,970円であるということがわかりますからもうこの時点で2番が正解というのを選ぶことができます。はい だからまあ無駄なく回答を進めることができればあの人によっては本当に23分で回答が終わるようなレベルの問題ではありますね。あとは計算する必要性もないですからね。ただまあ一応計算するならばね、まあ、3番製造・間接費の合計金額、まあ、これはその他の製造・間接費が445万5220というのが示されていて。 まあこの蒸気資料から分かるものとしてはこちらの間接経費として処理されているま内部材料副費の予定の配布額ということになりますね。まあ、内部材料副費の予定配布額はこの購入代価に3.8%を掛け算した金額で、まあ、それをこの製造間接費のこちらの金額に対して加えてあげれば製造間接費の実際発生額として610万1095円というのが求まりますよと、はい。だから3番は間違いということが分かります。 で4番、材料副費の配布債、まあ、内部材料副費の予定の配布額と、この実際発生額との差を取ってあげれば求めることができますんで、まあ、3万3515円の有利債というのが計算結果として求まりますよと。そして5番、研修費が3万5200円上昇した場合の、 材料 X の単位当たり購入原価が問われてますがそもそも研修費っていうのはこれは内部材料副費に分類されるもので、まあ、購入原価には参入されないわけですから、まあ、これがいくら上昇したところでね別に購入原価自体が変わることはありませんので、まあ、5番については、まあ、そもそも計算の必要もないというか、あのー、この選択肢の2番を計算した段階でね答えが分かるような問題となってます。はい、8970円っていうのがここの答えということになりますね。はい よろしいでしょうか。以上が問題の2番です。で次の問題の3番ですねこちらの個数問題ということで、まあ、本当に久しぶりに出てきたという形になりますけれども、まあ、各選択肢っていうのが基準のどこから出題されているのかっていうのを簡単に載せていますのであの復習される方なんかはねあの原文当たってもらうといいのかなとは思います。はい もう基本的には基準通りの内容ということになりますんでね、まあ、特に私の方から何か追加でお話をすることはございませんので、あのまあ、基準の方をご覧になっていただいて、まあ、自分のね、そういった知識が曖昧だったところ、ある方はね、今一度確認の方を進めていただくとよろしいかなとは思います。はい、で、次の問題4、見ていきたいと思いますが、個別原価計算の問題で、まあ、本当にシンプルな問題ですね。 特に難しいことは何も問われていませんので、まあ、いつも通り製造差し入書別に原価集計をしてもらえればよくて、まあ、一応原価計算表を作ると、まあ、こういう形になりますよともう特にねどの製造差し入書が子孫時期になっていくのかなんていうねそこの判断でもう悩むという方は、ね、いらっしゃらないのかなと思いますんでね。 その辺りの基本的な知識っていうところはねもう合格するレベルの方であればねもう当然理解されていることでしょうから、まあ、この問題なんかはね確実に正解したいところではありますね。1、はいまあ、点気になった方いらっしゃるかと思いますけどね「子、ま、孫、あ、時期については見積もり売却価格5,000円以下の時にのみ軽微なものと見なすか個別に判断する」って書いているんですけども。 あのーまあ、これ自体は、ね、特に何も使わない指示になってくるんでね、まあ、実際、5000円以下っていうところの5000円以下の場合っていうのがありませんのでね見積もり売却価格が5000円以下の状況っていうのが特に上では示されていませんのでこの数値に、ね、かなり違和感を持たれた方いらっしゃるんじゃないかと思いますけども、まあ、要はあのー、子孫自貧っていうのは軽微ではないってことを言いたいわけですよ。 上の話でできた品といいうのはは基本的に軽微ではないでなすよとただこのナンバー400だけはね、まあ、基本的に軽微な子孫慈品だったという話になりますねあごめんなさい嘘です嘘つきましたごめんなさい今嘘つきましたねナンバー400も軽微な子孫慈品ではないですね見積もりを行ってますね失礼しました補修にいくらかかるかっていう見積もりを行っているんでね軽微ではないですねそもそもねはい でですんで、まあ、この5という数字自体が、ね、具体的に示されているので、あのー、そこでまあちょっと、ね、手が止まってしまった方いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、まあ、特に気にする必要性がない指示だったということになります。はい、で子孫時期については間接費として処理しないというところが書かれていて、まあ、これは丁寧に指示が与えられているわけですけども、まあ、いつも通り直接費として処理をしていけばいいのでね。 まあ完成品減価を計算するときに関係していきますね。はい。まあ減価計算表を作るとこうなりますよと。あとはまあ金額集計するだけです。資損時費についてはこのナンバー101の1700、no.、まあナンバー200の700、でナンバー300の1000、でナンバー400のこの1ですね。あ600か。ナンバー4 0の6 0ですね。まあこの合計の41000円というのが資損時費ってことになります。 まあ完成品原価であればナンバー100とナンバー201とナンバー300と400、まあ、この金額っていうところを、ね、集計していただければ完成品の総合原価完成品の原価1万8000っていうのを求めることができますねよろしいでしょうか、まあ、非常に平易な問題かなと思いますんでここはなん,なんとかね正解したいところではありますねで次の問題の5番こちら また原価計算基準からの取材ということになりますが「あ」とと絵絵がが誤誤りりですねあとが誤り、A、についてはねこれ過去にも同様のね問題っていうのが出されているんで、まあ、過去問やられていた方あるいは一問一答でねそれを見ていた方なんかはあの正解することが正解とていうかねあの間違いであるっていう判断ができたのではないのかなと思います。 この直接原価計算についての規定ということになりますけれども直接原価計算というのをまあ採用することができますよとただ、まあ、年度末において固定費調整になることを、ね、やらなければいけない、まあ、期末の製品と期末の仕掛かり品と売上品とに配布をしなければいけないわけですけども、まあ、仕掛かり品というのが、ねまあ、表現として抜けているので誤りということになります、はい、で次の選択肢の A。 等級別総合原価計算の規定ですけども、まあ、原則として1期間における完成品の総合原価を等価日ケースに基づき安分するっていうところがね示されていますけどもここは別に原則容認関係っていうのはありませんからねあの完成品の総合原価または1期間の製造費用を10日、まあ、ケースを利用しながら安分していくと、まあ、いわゆる完成品 完成品原価安分法やあるいはまあ総合原価安分法も含んでいますけども、まあ、この完成品の総合原価っていうところを安分する方法と、まあ、当月製造費用安分法ですね、まあ、そこはあくまでもね選択適用であるという話になります、はいまあ、原則容認関係ではないというきっかけですねよろしいでしょうかで次の問題6ですね問題6まあこれがねなかなかどうなるか わからない問題ではあるんですけども、まあ、連酸ピンの計算ということになりまして、まあ、何がね、あのー、今争点になっているのかって言いますと、まあ、連酸ピンでこれ連結原価を安分していかなければいけないわけですけどもその連結原価を安分する時に分離点の NRV を基準として安分するっていうのが通常ですよね。分離点における NRV っていうのを基準に安分していく。 だけれども本問ではねその計算を行っていくと答えがないんですよ、まあ、回答がないとその計算を行うと回答がなくなってきますんで、まあ、どういう計算を本問では求めているのかっていうと、まあ、この第一工程終点においてね連算品っていうところが分離把握されていくわけですけども、まあ、その A 製品と B 製品に対して連結原価の暗分っていうのをやっていく必要性があるわけです。でその時に まあこの A 製品と B 製品のこの外部販売できるねここのまあ,まあ価格っていうところを用いてね分離点における NRV っていうのを求めていくまあ、A はね別に追加の加工を施さないんでねあのこの計算やるしかないんですけどもこの4275円にこちらの68万キロを掛け算する以外にね暗分の基準値の求め方っていうのが他にないんですけども B については追加の加工を施すんでねまあ、この C 製品というね最終的に B の追加加工を施した後出来上がる製品ですねこの C 製品の見積もり売価からね見積もり追加の加工費を引いて,引いてねそこにまあ生産量を乗じるような形で NRV っていうところを求める、まあ、そういうやり方も B についてはねあるわけですよ。B 製品に対する連結原価の安分額を計算するときにそういうやり方っていうのも考えられるというかそれが通常なんですよ。 特段指示ががななければそういうういいい計算をやっていくっててくのが一般的なんですね。だけれども本本ではね、まあ、その計算っていうのを適用することができないと、まあ、回答に選択肢がないというところになりますんでねこの B 製品を外部販売した時のね、まあ、その売上高ですねそこをまあ分離点における NRV の代用としてね用いていきましょうと。 まあそういうい計算を求めているんです一応その計算自体はね別に理論的にそれがね絶対にダメな計算かっていうとそういうわけではないんでね理論上は成り立つ計算かなとは思うんですけれどもただまあ何らかの指示がないとそういう計算っていうのはまあ基本やるのはいかがなものかっていうところではありますんでね、まあ、もう少しね丁寧な指示がないと問題として成立がしづらい とととここころろななのののかはは思うんでですすまあこの辺りは難しいところですねあの指示がないとね問題として成立しないという考え方もあれば、まあ、一応そういった理論的にはねやり方としてまあ考えられるというところで、まあ、回答にもその選択肢っていうのが用意されているんで、まあ、そのやり方っていうのをまあ求めているんだっていうねそういった解釈のもとね解き進めていくことが一応できるんでね。 まあ一応答え出すことができるっていう意味ではね正解があるというね判断もできますしまあこの辺りはまあ何とも言えないところではありますね正直ねまあいい加減ね本当にこの「飼いなし」で左右されるっていうところがね本当にまあ嫌だなというところではあるんですけどねまあこればっかりはもうお将が決めることにはなりますんでねまあ私たちが騒いでもどうしようもないところではあるんですけれども。 ただ一応答えがある前提でね解説の方を進めていくとまず第1工程の計算ですけれども、まあ、第1工程の計算、まあ、第1工程の完成品の総合原価っていうのを求めていくとどうなるかというところですがここはもうね普通の計算といいますか、まあ、平均法に基づいて完成品原価求めていただければ問題ありませんので、まあ、原料費と加工費に分けていつも通りボックス計算を行ってください。 まあそううすれば完成品のの総合原価は万千円っていうのがままりますでそこから、まあ、この外部販売を行っていくこの B 製品の生産量の10%は外部販売を行っていくというところで、まあ、これは副産物と同等の、ねまあ、取り扱いをしていくというところなので、まあ、この B 製品の外部販売した時のね評価額 副産物の場合だとこの見積もり追加の販売費及び一般管理費っていうのをこの見積もり倍化から引いていきますんでね B についてはこの2500から500円を引いた2000円に B の生産量の10%を掛け算した金額を評価額として引いていきましょうとまた副産物も同様の計算ですね副産物は12000キロ生じているわけですからこちらの800円から50円を引いた 単価に対して1万2 0 0 0を掛け算していただければ、副産物の評価額を計算することができますんでね、まあ、これらを完成品の総合原価から引いてあげれば、まあ、連結原価として208万9000円というのが求まりますんで、まあ、これを安分していく際に、何を安分の基準に使っていけばいいのかっていう、そこの指示が、ねまあ、ないよって話をさっきしてきたわけですよ。でも本問ではおそらくこういう計算を推奨していると。まあ、この B については、 1>, 1キロ2 5 0 0円で外部販売することができてでこの22万 8,000kg の90%分ですね51万3,1,000円っていうのが、まあ、連結原価の安分のの分基準値にななってくるんじゃないのかなと。でこれで安分基準の合計は342万ということになりますんで2 8万9,000割ることの342万そこに、まあ、この51万3,000掛け算すれば31万3 3 5 0千円っていうのが求まりますんで。 まあこの金額を前工程費という形で第2工程に振り替えていくことになります。そしてあとはいつも通り第2工程の計算を行ってあげればいいだけなのでもう単なるね、まあ、工程別総合原価計算における第2工程の完成品の原価を計算するだけなんであとは簡単です。まあ、完成品の単位原価もちょうどきれいに、まあ、1,800円というね、まあ、割り切れる数値になってくるんでまあこういったね 綺麗な数値になることからも、まあ、このような計算っていうのをやらせたいのではないのかなとは思うんですね。はい、ただ、やはりね、あの、繰り返しになりますけど。まあ、指示がないと、なかなかこういう計算にはね、たどり着けないと言いますか。あの、普通はね、最終的な。追加加工を施した後の製品のね、見積もり売却価格から追加の加工費っていうところを引いてね。 分離点における NRV を計算していくっていうのが一般的な計算になってくるんでねまあ、今回のような計算っていうのをやらせたいのであればね何らかの指示っていうのが必要だったのかなとは思いますはい、よろしいでしょうかで、次の問題7標準減価計算についての理論ということになりますがまあ、これもあの簡単な理論問題かなと思いますが、まあ、あとい、e、が正解ということになりますね 理想標準原価っていうのは原価計算基準でいうところの精度としての標準原価ではないと、はいまあ、正しい表現ですね、まあ、もしかしたら原価管理のために用いられることが、まあ、あるっていうねここの表現で引っかかってしまった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、理想標準原価っていうのは短期的にね達成することが困難な水準ということになりますんでね、まあ、これをまあ用いてね まあ原価管理の成果っていうところを図った上でね業績の評価っていうのを行っていくと、まあ、従業員のやる気を損なうっていう問題は当然あるんですけれどもただまあその一方で理想標準原価っていうのを長期の目標として置いた上でね今、まあ、現在そういった実際原価、まあ、いくら発生していて、まあ、理想標準と比べることによっていくらの無駄っていうのが総額で発生しているのかっていうのを把握することによってね、まあ、従業員のそういった長期的なね、まあ、原価管理に対する取り組み方っていうところに影響を与えることができますんでね。 まあ全ての無駄を把握できるという意味ではね理想標準っていうのは原価管理上役立つ情報提供っていうのを可能とするわけですよだからまあ原価管理のために用いられることがあるという表現自体はね特に何も問題のない表現ということになりますんでね、まあ、正解ということになります。E、についてはねこれもまあちょっともしかしたらね判断悩んだかもしれませんけど 標準賃率が不適当であったがために比較的多額の賃率債が出たとしてもその際には原価性が認められるってことであのー、時々ね多額な債イコールね、まあ、これ異常だっていうふうに考えてしまう方いらっしゃるんですけどもそれまた別次元の問題なんでねたとえ賃率債の金額っていうのが多額であったとしても多額の場合の原価債の会計処理を思い出してもらうと、まあ、売上原価と期末の単和債に配布をするわけですよね。まあ、要は ここれは原価性があるからこうい売り算をや期末製品や期末仕掛か,かり品に配布をしていくと、まあ、製品減価に含めていきましょうって話なんでね、まあ、これは減価性があるからそういった規定が置かれてるわけです、はい、正しい表現ということになりますでまあ「い」で悩んだとしてもね「う」と「え」が明らかに間違いですからね「う、まあ」ウについてはこれまあ修正パーシャルプランとかっていうのは基調方法なんでね まあこサインの認識把握のことを、えー、把握について、ね、言及しているわけですから、まあ、これはまあアウトプット法とかインプット法という表現を使っていかなければおかしいと、ここはインプット法が正しい表現ですね。まあ、材料投入段階で数量差異を把握する、まあ、これインプット法によるサインの把握ということになります。そして選択肢の絵、まあ、コンカレントエンジニアリングというね表現が出てきていますけれども、 まあこれコンカレントエンジニアリングではなくてインダストリアルエンジニアリングっていうのが正しい表現ということになりますんでね。まあ、絵についても明らかに誤りということが分かります。はいまあ、以上がこちら問題7ということになります。で次問題8。標準原価計算の問題でもう明らかに正当可能性は高の問題ということになりますね。まあ、これなんかはまあ日照募金2級レベルかなとは思います。 もう標準作業時間までねあの丁寧に与えられていますからねもう皆さんとしては別にいつも通りシュラッター図なんかを書きながらね、まあ、再分析っていうのをやってもらえればいいだけです。何も難しいことは問われていない内容かと思いますね。 まあ、一応こちらが解説になってくるんですけどももう基本的な問題なんで各自で見ていただくといいかとは思いますが、まあ、4分法による再分析っていうのができればもう他のね3分法とか2分法も対応できるかと思いますんで、まあ、4分法の再分析これがまあできるかどうかっていうところですねまあ、これで決まってくるとまあ初めのデータ整理は問題ないかと思いますがまあ、この 変動費が400,000円で基準操業度1000時間ですから400円というのが変動比率、まあ、固定費についてはこれは1000000円から400,000円引いた60万円というのが固定費の金額、まあ、これを1000時間で割り算すれば600円というのが固定比率ということになりますで製造・間接費の債の総額ですけれども製造・間接費債の総額というのが、まあ、これが1万2000円の貸し方歳と言ってますけども、まあ、この標準配布額 標準配布率1,000円×標準創業度1,002時間そこから1,20,000円という実際の発生額を引いてあげれば求めることができるんで1万8,000円の借り方債っていうのが正しい表現ということになります。で次の4分法による再分析ですけど。 予算債についてはこの予算許容額ですね変動比率かけることの実際の創業度プラス固定費の予算額そこから実際の発生額を引いたら1万6800円の、まあ、これ借り方債納立債は変動費と固定費に分けて把握をしていくわけですが変動費納立債これは標準創業度と実際創業度の差に変動比率を掛け算すれば求まり固定費納立債だったら固定比率を掛け算すれば求まるそして創業度債 まあ実際創業度と基準創業度の差から計算されるもの不動能力債って表現をね使うこともできますけれども、まあ、生産能力をこれだけね持て余しましたよと使わなかったんだとその不動能力債っていうところを計算する、まあ、創業度債の計算をいつも通りやってもらえれば OK です固定比率に実際創業度と基準創業度の差を掛け算してあげて、まあ、計算すれば4800円の貸し方債ということになりますねはいよろしいでしょうか あとはね3分法や2分法っていうところも問われてますけども、まあ、この4分法の再分析の結果から各再分析の方法のね、債の金額を求めてあげればいい一応答えは5番になるわけですけど2分法の管理可能債っていうのは、まあ、この予算債と変動費の納利債の合計ってことになりますからねここの合計計算してあげれば求めることができますよと1万9200円のり方債ですね。はい よろしいでしょうかで次問題9ということになりますがまあこれがまあ正当可能性低ですね。まあ、今回の理論問題の中だと、まあ、一番質的には難しい問題かなと思います。一応まあ意と絵が正しい選択肢であるということでね5番が正解になってくるんですけどまあ「あ」についてはね言っても正誤判断ができた方は一定数いるんじゃないかなと思います。だい,たいこの手のの手文章っていうのはね 間違いいであるっていうことが多いいじゃないですか、まあ、この責任センター内で発生した費用のみが含まれるって書いているわけですけどもこの「のみ」という表現ですね「のみ」まあ、管理者にとってのねこの管理可能費になってくるものはその責任センター内で発生した費用のみであると言ってるんですよ。別にそんなね物理的な場所っていうところは限定されませんのでね もちろんね、責任センター内で発生したもの、まあ、その費用というのを主にね、あの責任原価として負担することにはなるわけですけれども、まあ、その責任センター外で発生した費用であったとしても、まあ、実質的にはそういった影響力を行使することができて、まあ、その発生する金額に対して何らかの,、ねまあその影響力を行使してその金額を変えることができるような、ねまあ、立場にあるのであれば、まあ、そのコストというのは管理可能なものであるというふうに、ね、認識されますんで。 別に責任センター内で発生したものだけがね、まあ、管理可能費になるかっていうとそうとは限らないという話になります物理的なそんな、ね、場所は限定されませんよって話ですまあ大体怪しいなって思いますよねまあこの選択肢自体はね見たことがない選択肢だと思いますんでねあの事前にこの選択肢同じものを見ていたって方は誰もいらっしゃらないかとは思いますけれどもただまあ文章として違和感をね 覚えることはできるのかなと思いますんで、まあ泡は罰で他のところからね。正誤判断したっていうところが、下が人がね。多いんじゃないのかなと思います。あとは一応。まあレック。ではこの入門の講座なんかでね。まあ、この絵の品質、減価計算についても取り扱っていてまあ、少しね。理論的な話についても触れているんで、そこの内容なんかをね。思い出していた方っていうのは、まあ、絵については丸だっていう風うに判断できたのではないのかなとは思います。 まあこのパフアプローチに基づけば、ね、予防コスト、評価コスト、品質適合、あ予防コスト、評価コストっていうこの品質適合コストと、まあ、内部失敗減価、外部失敗減価っていう、ねまあ、品質不適合コストっていうふうにあの分類されるものになりますけども、まあ、このパフアプローチに基づけば、ね、品質減価っていうのはこの4つに分類されますよと予防評価、内部失敗、外部失敗ですねでこの品質適合コスト 予防コストとか評価コストっていうのをかけることによってですねこの品質不適合コストの発生額っていうのを長い目で見ていけばね減らすことができますよとだからまあトレード不関係にありますと品質適合コストっていうのをかければ品質不適合コストっていうところは減る、まあ、逆に品質適合コストっていうのを減らせばね品質不適合コストっていうのは上昇することになりますんでね、まあ、トレード不関係にありますよと。 まあ予防コストとか評価コストっていうのをしっかりかけていけばね、まあ、子孫自身の発生を事え未然にね防ぐことができたりしますしあるいはそのお客さんに販売される前その瀬戸際で止めることもできたりしますんでね内部失敗減価や外部失敗減価っていうのを長い目で見ていけば、まあ、それは減らすことができると、まあ、そんなまあ具体的なイメージっていうところに基づいてね整合判断をしてもらえればよかったのかなとは思います。 難難ししいいのははですね意図は難しいですまあこの PPM について問われてますけども、まあ、これ個別の事業単位ではなくて、ねまあ、厳密には SBU ごとにね PPM っていうのをた、えー、用いていくことになりますんでね個別の事業単位ではなくて戦略事業単位ごとにですねこういった PPM を適用することになりますんで、まあ、そこがまあ分かっていたかどうかというところですね。 個別の事業単位ででははなくといいう表現が正しいですねねここはね個別の事業単位ごとにやるんじゃないのかっていうふうに思った方がね多分多いんじゃないのかなと思いますけども、まあ、戦略事業単位と呼ばれるねそういった組織単位レベルでね PPM っていうのは適用されるものであるとだから「い」については正しい表現であるということが分かりますで「う」についてはねこれまあ資源アプローチっていうところがまあおかしいと。 まあこの企業が競争優位性っていうのを確立するときにね、まあ、この経営の資源っていうところを重要視するという考え方とね、まあ、その経営上のポジションですねその自社の市場内におけるポジション、まあ、そこっていうところを重要視するっていう2つの考え方があるんですよポジショニングアプローチと、まあ、経営資源スクールとかって言い方をするんですけれどもポジショニングアプローチっていうのは言ってみればね 実写っていうところがその他の会社とねどうバッティングしないように考えていくのかって話なんですよ。全く同じようなね経営っていうのを行っているとね当然バッティングすることになりますんでねお互いにそういったねしのぎを削り合うような形になりますんでねまあ競争優位性っていうのを確立しづらいわけですよ少しまあベクトルを変えてあげる必要性があるって話なんですねいかにまあ同業他社とそういったバッティングしないようにするのかそれをまあ模索していくっていうのがポジショニングアプローチで。 まあこのコストリーダーシップ戦略や差別化、まあ、日地戦略と呼ばれるようなものに関しましては、まあ、これはそういったポジションをどう形成するるかの話になってくるんでね。資源アプローチっていうのがまあ表現としておかしいということになります資源アプローチっていうのはさっきも言った通りね優れた経営資源っていうのを有している会社っていうのは、まあ、長期的な競争優位性っていうのを確立することができるというね、まあ、そういった考え方になってくるとはい。 まあ事前にねここの話っていうのを100%分かっていた方なんていうのはねほとんど受験生の中にはいらっしゃらないのかなとは思いますんでねまあほとんどの受験生はこの「う」がね合ってるか合っていないかそこの判断がまあつかない状態でね残りの選択肢からまあ正語判断をすることになったのかなとは思いますはいだからまあ問題9はねもう明らかに質的に難しい問題ということになりますんで、まあ、これできなくても全く問題はありませんと、はい、で次の問題10 これまあ一応正当可能性、中にはしてるんですけど、あのー、まあ担当の問題集とかにおいてもね、似たような問題っていうのは掲載がありましたので、まあ、あのそれをしっかりやら,やられていた方であれば、ね、まあ、時間かければ正解にはたどり着けるんじゃないのかなとは思います。まあ、時間の関係でね、できないっていうのはもちろんわかるんですけれども、まあ、この問題自体、まあ、どんだけ時間かけてもできないっていう状態であれば、ね、まだね、少しその演習量が足りない状況なのかなとは思います。はい で今回問われているのは、まあ、この時期の利益計画においてね、まあ、税引き後売上高利益率を当期よりも6ポイント引き上げたいと、まあ、そのために、まあ、製品 X 単位当たりの変動費の必要削減額を求めていきましょうねと、まあ、この原価を削減するような形で目標としているね売上高利益率っていうのを達成していこうと考えているんですね。まずはそもそもも、ね、次年度において まあこの売上高の利益率として何っていうのを目標として掲げていくのかっていうのを計算していく必要性がありますので、まあ、今回販売数量比率が5対3っていうふうに示されているので、まあ、その基本最小セットに着目をして計算を進めてあげると分かりやすいのかなと思いますが、まあ、この製品 X5 個 Y3 個、まあ、これを基本最小セットと考えて1セット当たりの売上高と1セット当たりの貢献利益っていうのを計算してもらうとこうなります。 ワンセットの売上とワンセットの貢献利益ですね。ここの計算は別に難しくはないかと思います、はい。で、これが求まれば、当期の売上高の合計五千九百四十万円っていうのが示されているので。まあ、これが一体何セット分の売上に相当するのかっていうのを計算してもらうと。ワンセットの売上高が十三万二千なんで。ええー、五千九百四十万割る十三万二千で四百五十セット分の売上であるということがわかります。で、この四百五十セット。 販売した時の貢献利益はいくらかっていうと1セット5万1300円の貢献利益で450セット乗じれば2308万5000そこから当期の個別固定費と共通固定費のこの合計、まあ、固定費1120万5000円っていうのを引いたら営業利益が求まりそこに1引く税率っていうのを乗じれば税引き後営業利益が求まりますでそれを売上高5940万で割り算すれば12%っていうのが、まあ、当期の 実績としての売上高の税引き後営業利益率のき、えー、数値として求まりますよと。でこの12%に6%を加えたね18%っていうのが次年度の目標ということになるわけです。だから今度はね逆の手順で計算していくわけです。この売上高自体はね当期と次年度で変わらない前提で計算していきますので5940万に18%を掛け算すれば目標となる税引き後営業利益の金額は求まります。 それを1く税率で割り戻すことによって税引き前の営業利益の金額 1, 万円っていうのが求まるでこの1782万に次年度の固定費の金額っていうのを加える固定費は次年度75万削減する予定なんでこの75万削減された後の固定費っていうのを加えてあげれば貢献利益の金額としては 2, 万 5, っていうのが求まりまりす次年度の目標貢献利益はこの金額ということになりますね。 で、これをね450セットで割り算してもらうと1セットあたり必要な貢献利益の金額が割り切れませんけど62,833.3っていうね、まあ、小数点以下が出てくる波数が出る計算ということになります、まあ、これだけ貢献利益をね1セットで確保していく必要性があるんですよもともとの1セットあたりの貢献利益って51,300円だったんでこの62,833.3っていうね まあこの必要貢献利益額っていうのを達成するためには1セットあたりいくらね貢献利益っていうところを増やしていく必要性があるのか、まあ、この小括弧の中身の計算ですねやっていただいてでこの1セットの中には製品、X、が5個含まれてるんでこれを5個で割り算すれば製品、X、1個あたり変動費をいくら削減しなければいけないのかっていうのを求めることができます。はいまあ、このような計算をやっていけばね そこまでまででで時間ががかかからずにに回答にたどり着ける内容となっていいすすねよろしいでしょうか以上が問題10ですで次の問題11予算管理の問題ということになりますけども、まあ、選択肢の「後絵が誤りということになりますあについてはもう典型的な引っかけですよねトップダウン型ではなくてボトムアップ型ですよね予算スラックの形成についてね論じているわけですからここはボトムアップが正しい表現 そして選択肢の A この脱予算経営について問われていますけども、まあ、この予算の編成にはねとにかく時間がかかりすぎるという問題があるとまあこれ実は正しいと予算編成っていうのはね実際にそういった会計期間っていうところが始まるよりもね、まあ、ずっと前から行うことになりますんでね、まあ、この予算編成という作業にまあ膨大なね労力っていうのがかかりますよと、まあ、これを問題視しているっていうこと自体は別に正しいわけですよただこのの問題の解決策として 経理部が中心となって前年度の実績に基づく現実的な予算を策定することが有効であると主張されていると言ってるわけですけどまあ明らかにまあおかしいじゃないですかこれってね、まあ、特に現代のようなねそういった企業環境の変化が激しいような状況においてねもう予算編成にあんまり時間をかけたくないから、まあ、前年度の実績をベースに次年度の予算食いましょうって言ってる状況ですよ、まあ、これって明らかにおかしいじゃないですか理論的にね だからそんなことはないなっていうのがまあ一般的な感覚で判断できるのかなとは思いますんでまああと絵が誤りだってところで4番が正解ということになりますただこの理論問題については正当可能性こうですけどもこう、まあの中でもどちらかというと中寄りのこうかなとは思いますというのも意についてね若干この丸だっていうところがつけづらいというかね 実行予算っていう言葉が出てきているわけですけど、まあ、この実行の予算っていうのは実際にそういった予算期間が始まってからですね、まあ、企業環境、まあ、その企業を取り巻く、ね、環境の変化が起きて、まあ、当初の想定からねかなりずれが生じていると、まあ、その時にね、まあ、改めてそういった予算っていうところを組み直すというか修正をかけていくと、まあ、その修正かけた後のの、ね、予算のことを実行予算って言い方をするわけですけども まあこの修正後の予算のことをね実行予算っていうね表現を使うというねここをまあ知らなかったっていう方がね結構多いんじゃないのかなとは思います。というのも実行予算って言葉はねああののー、の月次予予算算ことを指しててね実行予算って表現を使う場合もあるんですよ、まあ、その統制目的で月間の予算っていうところを企業がね編成するなんてことがよく行われるわけですけども月次の予算のことを実行予算っていう表現で表す場合もあるんでね そっちの意味合いでね実行予算という言葉の定義を捉えていた方なんかはあここは実行予算はおかしいなっていうところで意、まあ e、については罰だっていうふうに判断してしまった方いるんじゃないのかなとは思いますはいだからそういった意味ではねこの問題11については相対的に他の項の理論よりはね難しい問題なのかなとは思いますはいで次の 問問題題設備投資、まあ、これはでできてほしい問題ですね特にキャッシュフローの計算なんかも求められていないんでねもう花から投資案 A と B 採用した場合のね差額のキャッシュフローっていうのが示されてる状態なんでね大体いいこの手の問題っていうのはね NPV の計算とか内部利益率の計算が難しいんではなくてキャッシュフローの計算が難しいわけですからねそこがまあ花から示されてるっていうのは、まあ、かなり親切な設計になってるかなとは思います。 でまず内部利益率の計算、まあ、この空欄 A の計算問われているわけですが、まあ、別に投資案 A については計算する必要性はないんですけども、まあ、一応計算するとこうなりますよと、まあ、内部利益率っていうのは NPV が0になる時の割引率のことを指しているというところで、まあ、試行錯誤的にそれを求めていくほかないわけですけども。 悪い技術8%の時の NPV9% の時の NPV っていうのをそれぞれ求めてあげると、まあ、その8%から9%にかけてね、まあ、この NPV っていうところが損益分岐するところがありますと、まあ、そこがまあ内部利益率に当たるわけですけれども8%の時投資案 A の NPV34,3099% だとマイナス1,873になりますんでね、まあ、いわゆる補完法と呼ばれる計算手続きを行ってね 1%, 1割引率っていうのが上昇したときに、まあ、いくら NPV が変化するのか、まあ、それを分母に取ってあげてで分子にこの8%の時から残り 34,309NPV が下がればちょうど NPV がゼロの地点に到達することになりますんでね、まあ、この分子にこの34,309っていうのを取ってあげて1%を掛け算してあげれば、まあ、何ね割引率っていうのが上昇すれば、まあ、この34,309っていうのを NPV 減らすことができるのかっていうのを求めることができてそれを8%に加えれば8.948%っていうのが求まりますので四捨五にすれば8.95%ということになります。もう投資案 B についても全く同様の計算やってあげればいいだけなんでここはもうテキストの説明レベルといっても過言ではないのかなと思います。で次にいいですけども NPV の計算結果今回 資本コスト率が8%なんでね、まあ、今の計算過程でもう求めることができるわけですよ。A の NPV34309B は40978だったんでこの両者の差を取ってあげれば,ば6669っていうのが求まりますんでね NPV の差額っていうのは6669ですよと。で最後のこの NPV の代償関係っていうところが逆転する。 そそういうういい割引率っていうのがが存在すするわけですけでどども、それがどこなのかってていいうのが、は計算問われていま,すまあこれはね別に実際に計算する必要性はなくて結局これ何が求められているかっていうと投資案 A の NPV と B の NPV が等しくなる点がどこなのかっていうのが問われてるわけですよ。投資案 A と B の NPV が等しくなる割引率っていうのは何パーセントかっていうのが問われていて。 まあこの今のね空欄あと空欄 I、e、のまあ計算過程においてねもう選択肢自体はこの1番か2番かこのどちらかまで絞り込むことができているわけですよだからあとはねこの8.21か8.37っていうところのどちらかが答えになってくるわけですから実際にこの割引率で割引計算をやってみてね投投資資案案 A と投資案 B の NPV が等ししくななるかかどうかをチェックしてあげればいいだけなんですよ。実際に別にこの数値自体を求めに行く必要性はないんですよ ただまああえて求めたいという方はこう計算してもらうといいかと思うんですけどもこの求めたい割引率それに対応した年金原価係数っていうのを、X、と置いてあげてね投資案 A のその時のね将来キャッシュの割引現在価値から投資額を引いたこの NPV と。 まあ投資案 B の将来キャッシュの割引現在価値合計から投資額を引いたこの NPV この式を満たすような X を求めればっていうのが求ま,ります、まあ、要は年金原価係数が2.56この数値になれば投資案 A と B の NPV の金額は等しくなるってことを言ってるわけです。じゃあ年金原価係数が2.56になるのは。 割引率が何の時なのかっていうのを調べればいいので、まあ、容量はさっきの内部利益率の計算と全く一緒です。はい、8%の時の年金原価係数2.57719%だと2.5313なんで、まあ、この8%基準に考えた時に2.56になるためには何割引率を上昇させればいいのかっていうその発想で計算してあげればいいと。 まあ本当に内部利益率の計算と全く同じ要領で求めることができますんでね、まあ、この計算を解いてもらえれば8.37っていうのが求まりますよとはいよろしいでしょうか、まあ、以上がこちら問題12ということになりますで次問題13ですけども ABC からの取材ということになりましてあと A が誤りあ正しいということになりまして糸が誤りですね まあえはね特に違和感はなないいのかなと思いま意、e、についてはね、まあ、過去にも同様の取材がありますけれども、まあ、この大ロット大量生産の標準製品に対してね伝統的な原価計算によると、まあ、過少に製造間接費っていうのが配布されるって言ってますが、まあ、ここは課題というのが正しい表現ということになりますね、まあ、原価の内部相互補助の話っていうところが分かっていればね にについいては簡単に間違いで「あるっていう」判断ができたかと思いますでウについてはね、まあ、これ別に何も知らなくてもこの「すべて」という表現でねもうこれは間違いであるなってことがわかるかと思います。ABM において顧客にとって無駄な非付加価値活動を除去すれば当該非付加価値活動のために投入された経営資源の原価をすべて削減することができるっていう書いてますけども別にすべて削減することができるわけではないと。 まあ長い目で見ていけばね削減することができるかもしれませんけれども少なくとも短期的にはねそんな全て削減するなんてできませんよ固定非資源っていうのが存在しますからね非付加価値活動っていうところに従事していたね例えば正社員がいますとこの非付加価値活動っていうところをなくしてもねその正社員っていうところいきなりねその首を切るっていうのは難しいところがありますからねその人の人人件費自体は まあこの非負荷価値活動をなくしたとしてもね発生していくとだから全て削減することができるというわけではないとについては間違いということがわかりますで次の問題14こちら業務的意思決定の問題ということになりますね まあこれも割とシンプルな問題でではありますんでね、まあ、見た目がちょっとねあの文章も多いですしあんまり解きたくないなっていう感覚になりますけども意外と解いいいてみればそんななに難しい問題ではないではす、まあ、今まで部品 X を自製していたんだけれども、まあ、これを外部購入に切り替えて生まれた余剰生産能力っていうところを活用して、まあ、この製品 B っていうところを追加で製造販売する、まあ、これがいくら儲かるのかっていうのが問われてるわけですよ。 でまずね、この部品 X を自制から購入に切り替えると、いくら原価増えるのかっていうのを考えれば、まあ、こちらね、部品 X を自制することによる関連原価計算していただくと、まあ、この製造・間接費、まあ、変動費と固定費含んでますんでね、固定費部分っていうのを除外して変動費だけにしてもらってね、まあ、計算していけば、1個当たり2850円っていうのが、部品 X の1個当たりの。 関連原価ってことになります。2850で外部購入すれば3,000円ですから自制することによって1個当たり150円ですね、まあ、コスト削減ができるわけですよ。でもこれを外部購入に切り替えた場合っていうのはそれを諦めることになりますんでね製品 B っていうところをね製造販売する、まあ、この案のね機械原価としてこの原価の節約額っていうのを計上してあげればいいわけですよ。 部品 X を時制から外注に切り替えれば30万コストっていうのが増えるわけですよ。その代わり、製品 B を製造販売することによるまあ追加の利益も生まれるんでね。まそれが果たしていくら得になるのかっていうのが問われているだけです。もう計算手数は全然かからない問題ですね。もう解説としてもこういった半ページぐらいに収まるレベルのものになりますんでね。 まあこの計算をやっていたただけければ回答にたどり着けますよと。まあ、一応ちょっと注意が必要なのがね製品 B のこの生産可能量のところ、まあ、この直接作業時間と機械の作業時間に余剰が生まれるって話なんですけども、まあ、この2,000時間直接作業時間が2,000時間余剰が生まれていて、まあ、2,000時間をこの製品 B の1個あたりの直接作業時間4時間で割り算すれば500個。 機械の稼働時間に着目すれば4000時間割る4時間で1000個っていう風に計算されるわけですけどよりまあ厳しい制約条件となっているねこの直接作業時間、まあ、これがまあこの会社のボトルネックになっている状態なんでねこの直接作業時間に着目した製品 B の生産可能量これを前提に計算を進めてあげる必要性がありますといくらね機械の稼働時間に着目して1000個製造販売できるって言ったとしてもね 直接作業時間っていうのがボトルネックになっているわけですからより厳しい制約条件となっているこの作業時間に着目をした計算をやってあげなければいけないとそこだけまあ気をつけてもらいたかったかなというところではありますよろしいでしょうかで次のところ今度問題15まあこれはね本当に 優しめの問題と言いますか、ねまあ事業部制における業績評価のためのね PL の作成さえできればね問題なく回答にたどり着ける内容なのかなとは思います一応まあこの今現在のね事業部の PL、まあ、業績評価のための PL っていうところを示すとこうなりますね、まあ、計算条件が示されていますから、まあ、それを加味した上で、まあ、こういった管理可能な固定費管理不能な固定費、まあ、こういったものをしっかりとね 分類表示を行って PL を作っていけば管理可能利益 A 事業部は 30B は115事業部利益は A 事業部が 5B 事業部は60っていうのが計算されます。で本問では別にこの事業部の営業利益っていうのは計算上使わないんでねこの事業部利益のところまでにフォーカスすればいいわけですけども今現在のねこの事業部 PL を前提にして、まあ、管理可能な 売上高の利益率っていうのを計算すると A 事業部っていうのはこの 30÷100B は 115÷400 です B の方が A よりも1.25%低いと A の方が高いという状態ですねまた事業部利益に基づいた ROI っていうのはこちらの A 事業部だったら5これを分子にとって分母に基中の平均投資額 1000B だったらこの60を分子にとって分母に600の基中平均投資額をとって 計算すれば b の方がま5%ね roi っていうのが大きいということがわかります。で、まあ、この計算結果にね。まあ、a 事業部長っていうのはま不満を覚えていると、まあ、具体的にどういう点が不満かっていうと、共通固定費の負担額っていうのが、あまりにも a 事業部ね。大きいってことをね。不満に思ってると、今現在は共通固定費を半分ずつ負担しましょう。っていうね。状態なんですけども。 まあ売り上げの大きさに応じてね、これは負担をしていくのが望ましいだろうというね、まあ、負担能力主義の、ね、考え方っていうところを適用し、A と B に対するね、まあ、管理不能な固定費っていうところ、まあ、これをね、計算、改めてやってあげればいいと。まあ、共通固定費の配布額の再計算っていうのをやればいいだけなんでね、特にまあ難しいことはないかと思います。はい、でこの新たたに作った まあ事業部 PL、まあ、これを前提にして、また ROI、計算していただくと、こうなりますよと、まあ、特に問題はないかなとは思います。はい、で、最後、問題16になりますけれども、資金管理とキャッシュロー管理ですね。 ア、まあ、についてはね、キャッシュコンバージョンサイクルについてね、まあ、言及したい、ね、内,容あの内容となっているんですけども、まあ、キャッシュコンバージョンサイクルの定義が間違っているんでね、まあ、ここの、まあ、一文がね、誤りであるということが分かります。で、イについてはね、在庫として保有する期間っていうのは長いほど資金繰りが向上するって書いてますけど、まあ、そんなわけないですよね。 まあ在庫として保有期間が長いということはそれだけ運転資金需要というのが高まるような形になりますんでね、まあ、資金繰りっていうのは繁忙になると、まあ、世,話しが世,話し世話しなくなっていきますよと資金繰りに余裕がなくなりますよと、まあ、そもそも在庫という形で資金が拘束される形になりますんでね資金繰りが向上するなんてことはまあ当然ありえないわけですよだからまあ意、e、味についてはね、まあ、簡単に整合判断ができるのかなとは思います、はい は意外とねそのキャッシュサイクルの話が問われているっていうことにまあもしかしたら気づけない可能性もあるんでい、ね、いほど簡単ではないかもしれません、もしかすると。はい、ただ、まあそうは言ってもねやはり正当可能性はこれはひょこうという評価にはなってきますんでね、まあ、正解はしていただきたい内容ではあります。はい、よろししいでしょうか まあ以上が、ねまあ、今回の本試験の解説ということになりましてちょっとすいません時間の関係でかなり急ぎ足でしゃべってきたんですけれども、あのーまあ、初めに、あのー、申し上げましたとおり、ねまあ、今回の試験に関しましては比較的まあここ最近の試験の中だと、まあ、難易度としてはまあちょうどいい難易度といいますかね、あのー、早い方であればあの制限時間内ですべて解き切るという受験生もまいるところなのかなと思います。 まあ例年ですとね基本的にどんな早い受験生だったとしても12問っていうのは手つかずの問題が出てくるのかなと思うんですけども、まあ、今回はそこまで私的に難しい問題っていうのが計算に関して、まあ、ありませんでしたので、まあ、計算が得意な受験生であれば、まあ、時間内に解き切ったっていう方もね、まあ、一定数いるんじゃないのかなとは思いますほ、まあ、本当にこれぐらいのね、あのー、レベル間の問題にしていただくっていうのが、まあ、実際のそういった受験生の、ね、実力を測る上ではね、まあ、いいのかなというふうには思いますんでね あのぜひともね次の試験とかもこれぐらいの難易度っていうところになってもらいたいなっていうのがねあの希望としてはありますね。 ただまあちょっとね、あの現状、問題の6に関しましてはね、疑問となっている状態なんでね、あのまあこれがどうなるかによってね、まあ、合格ボーダーっていうのも変わってくるので、あのそのボーダー付近の受験生の方にとってはね、本当に、あのまあやきもきする1ヶ月を過ごすことになるのかなとは思いますけども、とはいえ、またね、あの最後の好評であるかとは思いますが、まあ、ボーダー付近の受験生の方っていうのは、基本的にはね、やっぱり論文の対策っていうのをやっていく必要性がありますんでね。 あの論文式試験まではね、まあ、長いようでやっぱり短いんでねあのー、ある程度の得点っていうのがもう現状取れているのであれば論文の勉強っていうのを主流に考えながらねあのー、直前期に担当の対策にまたね最悪切り替えるっていうねスタイルであのー、次の5月担当っていうのはね現状のそういった合格期の点数を取れている方であればねあのーまあ、かなり高い確率で合格望むことができるのかなというふうには思いますんでね。 ぜひねそこはちょっと、まあ、気持ちの切り替えが難しいところかもしれませんけどもあの少し休みを捉えたらねまたあの次どうするのかっていうのをね、まあ、考えていただければなというふうには思います。はいまあ、それではねこれで、えー、管理会計論の公表と解説は以上となりますので、えー、皆さん本試験お疲れ様でした。